ビアント継続次郎の三本勝負。 OK、 これでね、あの先に引っかかった方が負けでございます。ちょっと待って、これ早い、縄跳び早い、これね、あ、そう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 、俺も久しぶりやね、うん、これ何、小学校以来じゃなかね、これ、なんか、こういうことたい、こういう、こういうのもスカントたい、もうこれ、もう最初の準備がもうできとなんて、カントがもう、カントがもう、子供の時しょったね、しょった、縄跳び、ちょっと、じゃあ、ちょっと練習しておかよ、練習しておかよ、練習、はい、一回だけね、練習ね、はい、お互いね、練習ね。おお、いいね。おお、いいね、軽やかね。おお、いいね、いいね、いいね。余裕があったら、二段跳びとかね、あや跳びとかね、いろんなスギャン跳びで入れていくと、あの高得点になりますんで、ね、長く縄跳びができた方が勝ちでございますんで、よかね。うん、じゃあ、参ります。三本勝負、第一ラウンド、ビャンビャン VS 啓徳次郎縄跳び対決、よーい、スタート。やったーやったーやんびゃん、なになに、あ、こここわて、あれね、やっぱね、素人だけね、本番のプレッシャーに負けたぞ。よし、よか、もう一回、泣きの一回、もう泣きの一回、もう一回ね、はい、見てごらん、大体すぎゃんこになっとって、プロは違うけん。じゃあ、いくばい、第1ラウンド縄跳び対決、よーい、スタート。イエーイ、啓徳次郎勝利。なあ、できましたね、できました。なんか、あ、練習の時の方がうまくいったね。ね、 あんま言わなかった。本番のプレッシャーすごかどうね、あ、これがプロだけ。よし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 、さあ、じゃあ、はい、縄跳び怪獣、はい、さあ、二つ目の勝負は、二つ目の勝負は懐かしいけん玉対決。うん、さあ、けん玉したことあんね、けん玉あんまなか、じゃあビャン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 、じゃあビャンビャンのタイミングで、それ小さい方よ、小さい皿よ、そう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 、えー、ええー、ま、何何何、見づらい。でもさ、それはさ、もうあのビャンビャン的にその解消していかんと、ときやんか。うんうん、自分でね。うん、だけあのここなのかここなのかここなのかね、なんかビャンビャンなりに解消していかんと。うん。じゃあ行くよ。よし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 、じゃあ次ビャンビャンが乗せ切ったらね、またサドンデスになりますんで、はいはいはい、よしよし、そんな持ち方けん玉て違うと、いや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 、ああ、もうそのビャンビャンなりに一生懸命、はい、そんな持っていいのかな、持っていいのかな、あの、いや、そら、お任せだけど、お任せだけどって、それ揺らしてからよかんねん。言う、ちょっと待って待って待って、揺らしてから難しいって。ちょっと、いや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 、そう、止めてかって、いやいや、で、止めて、ま、なんねん、ちょっとってなんねん、漏れてきたばい、声が無理、あダメなたんびに噛まれるごすっけね、うん、
よし、じゃあ、3番目の勝負でございます。3番目の勝負、今んとこビャンビャン何もできとらんよね。マジでふざけんでちゃんとやらんとね。3本目の勝負は、ピコピコハンマーでございます。あ、何しろこの対決はなあ、続いての対決は叩いてかぶってじゃんけんぽん。よし、 OK。 これね、あのピコピコハンマー、はい、1本ずつね、ありますんで、で、これかぶれるかね。これまあ、あの一応ね、これね、かぶって、あのね、うん、これちっちゃくね。ちっちゃくね、これお互いちっちゃくね。ね、これ側面全部ガラ空きよね、これね。これほら、乗せてもほら、もうこの辺全部この辺全部これね、うん、じゃあ、座ってからやりますか。はい、じゃあ、自分の右利きですか。ハンマーね、あの、はい、こっちに置いて、で真ん中に、はい、ここね、触って、はい、ここにバケツがあるけんね、あのじゃんけんで負けた方がかぶります、勝った方が叩きますね。了解ですか。うん、了解ね。うん、ビャンビャン喋るじゃん。ビャンビャン喋るじゃん。そうか、あの勝ちか負けかね。うん、そらもうあのビャンビャンのあのタイミングに任せるけんね。うん、叩いてかぶってじゃんけんポンって出してね、勝ったらこうで、負けたらこれね。では参りたいと思います。叩いてかぶってじゃんけんポン。それでは参りたいと思います。ラウンド3、叩いてかぶってじゃんけんポンです。じゃあいくよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。いやちょっと待って、ビャンビャン待って、あのビャンビャンかぶったよ。あ、かぶったの見えなかったんだ。かぶったの見て、かぶったの見えたら、あの叩いちゃダメだよ。じゃあ参りますよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。叩いてかぶってじゃんけんポン。叩いてかぶってじゃんけんポン。ビャンビャンの勝利。もう一回やろう。いくよ、はい、ラウンド3、おまけ。叩いてかぶってじゃんけんポン。どうだった。じゃあ1対1でいうことで、もう一回いきますよ、はい、ラウンド3、決勝。叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。痛い。足。ビャンビャンの勝利。だから、例えば、そうね、誰か対戦者をいつもね、呼んできて、でここでやるとかね、してビャンビャンに勝ったら弁当の信長、1ヶ月50円引きとかね、うん、そういうのやればいいじゃないね、うん、じゃあさ、ちょっとせっかくだけ、あのビャンビャン、それちょっと、無理だろうけ、俺もビャンビャンになってみるわ。ビャンビャンになってみて、そして対戦しよう。ちょっと待っとって。じゃあカメラマンもそこで追ってください。